はい、竹下農場です。今ね、鉢上げ終わりましたので、今度はニラの除草します。ここもね、まあ、ちょっとずつは除草やってたんですが、だいぶね、大きくなってしまいましたので、これから除草をしたいと思います。どうでしょうか。やっぱりね、暖かくなるとね、草伸びるの早いよね。ほんとあっという間。よっこいしょ。で、特にね、このニラ苗は小さいんで、あまりね、雑草を大きくしちゃいますと、結構除草するの大変なんでね、はい、こまめに除草を入れてます。昔はね、短冊でね、絶対に除草必須だったんですが、今はプラグです。小さいポットの上にね、中にね、コーティング種子を巻いちゃうんで、まあ除草ってないんですけどね、やはり昔からやってる人は、プラグ苗は良くないよねっていう話はしてますね。あれれれ、ニラまで抜いちゃった。まあうちはね、もうそういうの分かってるんで、しかもまあね、量が少ないですからね、あの小袋一袋しか巻かないんで、まあこういうふうに筋巻きにして手で除草してると、そうするとまあ割り箸ぐらいのね、太さのね、がっちりした苗ができますんで、まあそれ植え替えるとね、結構いいニラになってくれるんで、もう私はもっぱらね、この方法でやってます。まあやっぱり手間暇かければそれだけね、結果に現れるっていうことだよね。まあとは言っても今ね、やはり高齢化になってるし、若い人がじゃあこういう草むしりやるかっていうとね、なかなかね、やらないでしょうし、まあしょうがないのかなと、時代の流れでね、はい、思っております。よこしょ。じゃあ ここでね、一旦動画止めます。多分あんまり先の方までやるとオフフレームになっちゃうんで、声しか聞こえませんので、はい、じゃあここで一回動画は止めます。はい、もうちょっとでね、終わりになります。最後のラストスパート動画にします。よっこいしょ。今日はね、ほんと蒸し暑いですね。台風が来てるようなね、そんな感じの気温です。で、先ほども言いましたようにね、場所によっては線状降水帯が発生して、大雨が降るという地域もあるみたいです。今んとこ関東はそういう場所はないんでしょうかね。なんか九州の方になんかそういう予報が出ているところもあるみたいです。よっこいしょ。まあね、栃木県は雪がそんなに降るわけでもないし、当然海からは離れてるんでね、津波とかそういう心配もないし、まあ災害がね、まあ少ないところだよね。ただ地震のリスクってのはね、どこでも同じなんでね、洪水とか山崩れはないんですが、まあ、地震でね、ドーンとやられちゃう可能性はあるんでね、ただうちは一応発電機とかっていうのは用意してあるんで、まあ、緊急の、水はね、なんとか なるんですけどね、ただ排水の方がね、止まっちゃうとね、きついよね。水流せない、トイレとかね、キッチンの排水なんかもね、町の下水使ってますんで、まあその時はキャンプだよね、しょうがないからね。よっこいしょ。で、多分石川県なんかでもね、そういうインフラの整備がね、まあ電気はすぐ通るんでしょうけどね、電柱ポンポンポンと立て直せばいいだけなんで、ただ地面に埋まってるインフラはね、なかなかね、地面を掘ってから出ないとね、いろいろ修理ができないんで大変だよね。よっこいしょ。はい、そういうことで喋ってる間に、ニラの除草が完了しました。お、綺麗になったね。
相変わらずね、喉の調子は良くないですね。まあでもかなりね、一時期よりは良くなったんで、まあいい方向には向かってるんでね、過敏感症症候群、咳過敏感症症候群もう、まあまあいい方向には向かってるんでいいのかなと思っております。はい、じゃあちょっとカメラ外しますね。よっこいしょ、よっこいしょ、どうぞどうぞどうぞ。よっこいしょ。はい、これがね、今回除草したニラです。こんな感じでね、はい、このニラの両脇がきれいに株元がね、はい、除草してあります。よいしょ、こんな感じですね。はい、でおまけの動画です。あちこちにね、かぼちゃのね、オノバイがね、はい、ありました。で、この辺はね、ヘアリーベッジ巻いたんですが、去年やっぱりこの辺にかぼちゃ作ったっけかな。何年か前に作ったかぼちゃなんでしょうかね。はい、あー、ここはすごい。ここはね、げっちり、ウリハムシがついてます。わー、ウリハムシのコロニーですね。この辺やられちゃうんじゃないかな。どうなんだろうね。はい。今日はね、なんかウリハムシ、うちのね、庭の方に来ないなと思ったらね、ここで、くつろいでますね。はい。げっちりウリハムシついてます。これはすごい。ちょっと後で、まあ時間があったら時々ね、ここ見てみよう。すごいことになってます。ウリハムシが。はい。で、ここですね。はい。ここに一本あるし、あとどこだっけな。どっかにあったような気がするんだよね。トマトとか、キュウリはそんなにね、野生化しないんですけど、ジャガイモとかカボチャはすごいですよね。野生化してね。あちこちから生えてます。まあいいやと思ってるんですけどね、うちはね。まあもうここは、今年はどうだろう、作物入れるかどうかまだ決まってないんで。はい、こんな感じでね、野生化したかぼちゃがたくさんあります。で、まあね、うちのに庭先のね、キュウリ木の殺虫剤かけましたんで、まあ当然ね、まあその場で死ぬウリハムシもいればね、飛んで逃げてこちらに逃げてくるっていうのもあるんでね。まあ一番いいのは、この収穫しない、かぼちゃにね、しっかりとウリハムシがついてね、そこで一生終えてくれればね、食べるかぼちゃにはね、悪さしないんで、一番いいんでね。まあ、ウリハムシも命ですからね、無駄な殺生したくないんで、ね、そちらでじっとしてくれてればいいなと思ってます。はい、そういうことでね、ニラの除草なんですが、余分なウリハムシの話がくっついてしまいました。はい、じゃあ今日はね、どうもお付き合いありがとうございました。明日雨になるんでね、明日はちょっと家の中で YouTube の方の動画を作りたいと思います。はい、お付き合いありがとうございました。